常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様ね、面白かったら高評価のボタン、そしてね、チャンネル登録、さらにですね、コメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。いや、今日もね、まあちょっとあんまりこれやりたくないんですけど、また変なニュース出てきたんでね、ご紹介します。レコードチャイナというね、まあチャイナ系のメディアですけれども、こんなヘッドラインです。韓国の次期大統領候補が仮想空間に竹島を再現、村長を名乗る。韓国のネット民からは応援の声というですね、もうヘッドライン通りの記事でございます。はい。まずですね、誰がね、この次期大統領候補って誰かというとね、共に民主党のですね、キン・トカンさん、キム・ドガンさんという人ね、キム・ドガン議員という人が、まあ、これやったらしいです。で、このキム・ドガンさんという人はですね、一応これ TBS のね、7月11日の記事なんですけど、共に民主党のね、大統領候補全部で6人いるんですが、その6人いる中の、下位3人の方に入ってる人ですね。はい。一番この中で人気あるのがね、リー・ザイメイことイ・ジェミョン氏。軽軌道、狂気道の知事ですね。これ共に民主党の中では、反ムンジェイン派と言われているですね。このイ・ジェミョン氏が、まあ一応世論調査ではトップなんですよ。で、それについてイ・ナギョン氏と、チョン・セギュン氏っていうのは、まあこれが一応トップグループを形成していて、で、そこにですね、3人くっついてるんですけど、まあその中の一人がこのキム・ドゥガンさんという方です。はい。ということで、まあ、共に民主党の大統領、選挙候補のね、まあ、その中のね、まあ、その争いで、ちょっと不利になってきたんで、そういう、不利になってくると、そういう争いでも反日カード切ってくると、いうことかなと、ご理解いただければと思います。はい。この、キム・ドゥガンさんという人が、仮想空間にね、竹島作って、そこの村長を名乗ってね、この反日カード切ってみたということです。で、この、ゲームはですね、何というゲームかというとね、ゼペットというゲームらしいんですよ。で、そのゼペットはこれ韓国のね、まあ、ソーシャル、3D アバターソーシャルアプリらしいんですけど、まあ、セカンドライフみたいなやつかな。ドウモリみたいな。ドウモリの、まあ、パクリみたいなやつだと思うんですけど、そこにですね、まあ、韓国式のね、竹島の言い方の独島を作ってですね、で、30年前は、南海軍、なんだろう、イオリの、村長だったが、今度はこの場所で独島の村長になったとし、韓国の国会議員であり、韓国の国民の一人として、村長であることに使命感を持ち、日本の蛮行に強く抗議すると語ったらしいんですけど、蛮行も何もさ、ねえ、そもそも、竹島を奪ったことが蛮行でしょ？ねえ、李承晩政権の時に何やったかって全部記録残ってるからさ、ねえ、言わせていただきますけれども、李承晩ラインっていうのを勝手に引いてね、で、アメリカは何も文句言ってこないと、ね、思ったんで、まあ、突然ね、武装警察、ね、武装漁民で、竹島を取ってしまって、で、日本のね、船が、漁に行くときにね、武力を使ってそれを排除したりとか、まあ、結構犠牲になった方いらっしゃったんですよね。で、当時日本はですね、まあ、これ1950年頃の出来事ですので、朝鮮戦争のね、前後のね。なので、当時日本はですね、まだ戦争負けで10年も経ってなくて、で、これに対してね、こう、有効な反撃ができなかったんですよ。はい。こんなことされたら普通武力で取り戻しに行くってのは基本ですよね。イギリスのフォークランド紛争だってさ、ね、フォークランドアルゼンチンに取られてから、もう数ヶ月で取り返しに行きましたよね。空母も出してね、ね、駆逐艦も出して、まあ一隻沈められちゃったのもありますけど、それでもアルゼンチン軍ね、徹底的に排除してですね、フォークランドを取り戻しましたよね。で、多分この竹島っていうのもそういうふうにしなきゃいけなかったんですよ。いけなかったんですけど、戦争に負けてしまったがためにね、取り返しに行けなかったんですよ。よくこの件でね、ちょっと右翼的な言説を言う人がですね、竹島ってね、武力で取り返す気あるのかみたいなこと言うんですけど、いやいや、それはだから、1955年ぐらいまでにやっとかなきゃいけない話だから。うん。それやらなかった時点で、もうこれちょっとね、武力でね、いきなり、その後ずっとやって、70年ぐらいやってないのをさ、いきなり武力で取り戻すって、これはできないんですよ。簡単には。ね、これまでやれなかったらなんで急にそのこと言ってくんだって話になるし、やったら日本が国際的な非難を受けるでしょ。それは得策でないので、まあそこは日本の領土だよと言いながらですね、文句はつけながらね、文句はつけながらも、まあ武力は使えないという状況が続いてるわけですよね。はい。まあ文句を言うならそういうこと言ってる人ね、あなたのお父さん、ね、おじいさんの、世代ね、要はその、頃現役でやってた人、1950年代に、日本の世論を形成していた人たちが取り返せなかったことを問題にすべきかなと、まあ私は思います。まあその後のアプローチはね、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんですが、まあ相変わらずこうやってね、この竹島をですね、国威発揚のネタに使ってですね、まあ選挙で人気なくなってきたら、まあ、ね、こうやって盛り上げると、いうことでございます。はい、困ったもんだなと。で、ちなみにこのゼペットというですね、韓国のね、このアプリなんですけれども、ちょっと調べたところによるとですね、これね、6月のね、記事なんですけどね、某記事なんですけど、月間アクティブユーザーがですね、1000万人に達していると、いうことです。で、なんかね、いわゆるK-POP のね、
まあ、スターたちと連携してですね、なんかその、まあ、相互にこう、プロデュースする、プロモーションするコンテンツも作っていて、ブラックピンクとか、セレーナ・ゴメスをフィーチャーした、マニシマ動画というのがあるらしいんですが、1億回以上視聴されていたりとかするらしくてね、まあ、結構これ今ちょっと、まあ、メジャーになりつつある、そういうですね、まあ、セカンドライフみたいなやつなんですけど、まあ、こういうのの中にもね、そういう政治的、メッセージを込めてくるっていうのは非常にいやらしいなと思います。まあ大体ね、こうやってね、民間使ってやるっていうのがね、サイレントインベージョンのポイントなんですよ。例えばその、強度の高い戦争って何かっていうとさ、究極は核戦争でしょ？で、これできないんですよ。ね。じゃあその下、通常兵器で全面戦争。これもできないですよね。だってこれやると最後核戦争にエスカレートするかもしれないじゃん。って感じで、どんどんこう、低位にね、戦争が低位の、低レベルな戦争ね、低烈度って言うんですけれども、戦争にどんどんこう、下の方に行くと、最後はね、もうなんかその非国家主体ですよ。ね、国家ですらないものが、こういうですね、政治的なプロパガンダをやって、実はちょっと背後にその国家の意図があったりみたいなね。まあよくロシアのハッカー集団とかチャイナのハッカー集団がね、問題になりますけれども、あれも非国家主体を一応名目上は保ってますが、実際にはその、まあ上の方の意図があるんじゃないと言われております。まあ同じくね、民間軍事会社なんかも使われるんですけどね。まあそういうこう流れの中にあって。で、まあ韓国も韓国で、まあハイブリッド戦争をやってるわけですよ。まあ国内向けにもやってますし、国外向けにもやってると。まあ特に日本に対してはやってくると。まあいうことです。で、今回、まあこのね、ゼペットでね、この、まあ竹島の村長になったキム・ドゥガンさんも、まあおそらくですけど、まあ最大の目的はですね、自分がまあその、共に民主党のね、その選考の中でね、大統領候補の選考の中で非常に不利な位置にあるので、まあその党員のですね、反日バネというのをね、使って、まあ少しでも優位に立とうと思ってやったんでしょう。まあもしくはこれやらないと、なんでお前反日つかねえんだっていう感じでね、支持者とか後援会の人に怒られちゃうんで、まあやった可能性もありますね。まあそういう形でですね、まあこういう、まあ昨日もね僕ね、新海の罠っていう話をしましたけれども、より強硬なことをやらないと裏切り者扱いされてしまうというですね、まあこの過激派集団にありがちなことがね、社会でも起こるようなケースもありますので、まあそういうふうに見たらいいのかなと。まあ別にこんなことやったってね、竹島が、その、国際法違反でね、まあ、不法占拠されているという事実には変わりはないので、そういうところはですね、まあ、あんまりこっちもキーッとなってですね、言い返し方がね、これまたね、まずいとね、ヘイトになっちゃうような言い返し方をすると、向こうの思うツボなんで、気をつけなきゃいけねえなと思います。はい。ということで、まあ、今後もですね、こうやって非国家主体を使ったね、政治プロパガンダみたいなことが行われていくと思います。これ、まあ、昨日の、僕が取り上げたね、のオリンピック村の横断幕問題、李俊信のね、あれと全く同じです。で、ちなみにですね、横断幕の方は、IOC ね、IOC の方から注意を受けてですね、韓国の選手団は、あれをね、まあ、選手団というか、まあ、その、韓国の組織委員会がやったのか分かんないですけれども、韓国のその、まあ、オリンピックのね、選手団の、まあ、サポートするチームはですね、あれを全部撤去したと、いうことで、まあ、IOC が、しっかり、指導してくれたんで、よかったなと。まあ、そういうね、国際審議に基るようなことはね、しっかりとですね、我々もクレームをつけて、ね。で、そういう公正公平な形でですね、彼ら自身に取り下げさすと、いうことが大事かなと。で、まあ、今回のこのゼペットはですね、民間企業の、まあ、やってるやつですからね。まあ、こういうのの今までいちいち文句つけていくとさ、ね、竹島のなんかこう、地図に竹島入ってるってことでいちいち文句つけてくる向こうとやってることが変わんなくなってしまうので、まあ、これは、この程度はですね、まあ、どうぞ、52と。いうことかな。うん、別に韓国のソフトだしね、別にこれやったところで知るかって感じですけど。ただ、こういうのがね、すげえ世界的にメジャーになって、ね、で、この、まあ、竹島のね、不法占拠の規制事実化が進むっていう、まあ、面もあるので、まあ、問題にはしつつもね、ちょっと抗議つもなかなか難しいなと、敵もね、そうやってね、なかなか去るもんなんですよ。はい、難しい球投げてくるので、こちらもですね、やっぱり知識、ね、インテリジェンスないと、対抗するのはなかなか難しいかなと。ゴラーって感情的に反発するだけが、手ではないね。まあもちろんこれは怒っていい話ですけどね、お前何言ってんだと。ね、表現の自由は行使してね、キム・ドゥガン何言ってんお前と。ね、そんなお前無駄だぜそもそもと。だいたい島は不法占拠だろみたいな話は、ガンガン言っていいんですけど、いいんですけど、でもね、気をつけてくださいね、いろいろね。上げ足取ろうと思ってね、手ぐすね引いて待ってますから。日本にも左派メディアとかがいてね、ヘイトだってすぐ始まりますからね、お気をつけいただければと、いうふうに思っております。はい、ということで、ハイブリッド戦争、エブリウェアなんで、ぜひお気をつけください。今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひ高評価のボタン、そして、ね、チャンネル登録をお願いします。最後にね、コメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガー